カス団の人気者フィッシュアイちゃんによる玉乗りの模範演技。いきます。はいはい、これ敵でした。チェッケン3番水の網やります。さあ気をつけてね。はい、キザナの二様も上手。やった、上手ね。私もやります。あなたまたやるの？それはあんたにはほら無理だから、こっちにしなさい。ほらほらほら、ちっちゃいボールだから。よろしくお願いします。いきます。はい、うわっ、あんた何やってんのよ。はい、片付けて。あんたまだいるの？ほら、はい、どうぞ。バイバイ。続いてトーンサーカスのキムタクことタイガースアイによるナイフ投げ模範演技。ワン、ツー、スリー。負けませんことよ。もっと押しなさい。はい、ありがとう。やったー。ありがとう。わあ、レイちゃん何すんの？ゼッケン5番ひなだ、やります。私何にもできないんだもん。あんたそこまでして受かりたいの？失礼な、受かりたいんじゃないわよ。じゃあ何なのよ。落っこちるのが嫌なのよ。同じことでしょ。違うじゃん、どうした？まあ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 じゃないわよ、亜美ちゃん。よし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 。まこちゃんどうしよう、私だけ何もできないよ。まさりちゃん、これやったらほらはっほっ、大丈夫ね。発表、全員整列。呼ばれた人だけ一歩前。ゼッケン1番。はい、やったー。後ろの4人だけ合格です。やったー、やったー。私だけ不合格。お願いです、ウサギちゃんも合格させてあげてください。本当にやりたいのは彼女だけなんです。私たちはただの付き添いなんです。付き添いの方が合格してしまうことは芸能界ではよくあるケース。そこをなんとかお願いします。お願いします。お願いします。つってんだよ。わかった、練習生として採用しよう。掃除でもやって修行しろ。これにてオーディションは終了。ちょっと合格者は契約書にサインするように。さあ違うよ、頑張ってね、頑張って。あの私うさぎちゃん、はい、そこ汚れてる、汚れてれば、はい、汚れてる時、はい、なんかこうなる予感してたのよね。はあ、
けるな、ウサギ。ここで引っ込むような私じゃないわよ。お掃除やってやろうじゃない。お掃除やるなら徹底的にやろうじゃない。隅っこからくったピカピカに磨き上げて、これがまあうちのテントですか。やつらをびっくりさせてやる。ヘイ、お掃除やるならダンスしながらやろうじゃない。モップのステッキ抱いて踊って気分出せば、これがまあ素敵なパートナーね。だんだんその気になってきた。ヘイ、お掃除やってやろうじゃない。気分はダンス、モップホップステップジャンプ、モップ持ってピカピカ、モップホップステップジャンプ、モップ持ってダンスダンス、モップホップステップジャンプ、モップ持ってもっと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 。あっちだよ。この馬車、うそくずすんな。さっさとしろ。この記憶喪失、あなたたち何やってんのよ。君には関係のないことですよ。この子はいじめていいことになってるんですから。それが訓練なの。さあやっていいわよ。そう、早くトイレの掃除しな。100人分の食事の用意、お風呂沸かして、100人分のお洗濯、それが済むまでお前の食事はなー。ゾウの餌でも食ってろ。やめなさい。寄ってたかって女の子一人占めるなんて、あんたたち恥ずかしくないの。ほっといて。え、私のことはほっといてください。ほら、そいつもそう言ってんだから、どきな。何やってんの。カマキタ、ドクロはそっちよ。出て行きなさい。やってみろよ。やるわよ。ほら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 、どきなさい。ほら、どきなさい。反省しなさいよ。もう、なんなのあいつら。大丈夫？いいんです。いいわけないでしょ。あんなこと言われて黙ってることないわよ。はじめまして、私月のうさぎ。名前は？何も覚えてないの。よし、今日から私たちお友達だ。ねえ、それ何なの？希望をなくした虚ろな
来た時これだけ持ってたの。ちょっと待って、明日も会おうね、この時間この場所で。あ、ちょっと待って、あのもう一つだけ、あの私どうやって降りたらいいんだろう。記憶喪失だから分かんない。え、ほーん、なるほどね。オーディションに来なかったの？待ってたんだからでも会いに来てくれたからいいやね。会いに来てくれたんでしょ。いや、一人だけ心配な子がいてね、様子を見に来たの。それってあのウサギって子？うん。あの子あなたの恋人？そうだよ、俺の恋人でもあり妻でもある。結婚してるの？ああ、遥か未来でね。ねえ、あんな子なんかやめて私の恋人にならない？え？そうしたら助けてあげてもいいんだけどな。助ける？ねえ、いいでしょ？ねえねえ、お願いね、いいでしょ？ダメ！ダメ！うそ！あんたいたの？あんたね、いいとこ見つけたんだけど、彼だけはダメ。他の男探しなさい。私のマモちゃんだからね。こんな子より私の方がグッときてると思うんだけどな。どこがいいの？こんな宇宙島な。そうだな、美しい夢をいっぱい持ってるってとこかな。いや、マモちゃんそんなこと人前で照れるじゃない。もっと言って。また夢なのね。夢何なのよそれ。あなたにだってあるでしょ、素敵な夢。あれ、なんか変なこと言ったかな。いや。ねえマモちゃん、早く降ろしてよ。いいよ、降りなくて。え？俺がそっちに行く。